一芸ラジオ第39回です。りょうです。山口です。お願いします。今回も38回に続きましてたくさんお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。前回北海道の話をね、いろいろ、ね、はい、お伺いしたんですけど、今度はちょっと、お仕事の方、はい、なんかアパレル関係で働いてらっしゃると。そうですね、はい、長いこと。そうね、大学を卒業して、13年。おー、長い。13年、14年。主にメーカーさんですか。うん、まあ、まあ、いろいろ。そうね、いろいろと、まあ、一番長かったのは、まあ、付属、まあ、ボタンだったりファスナーだったりを扱う問屋さんが多かったな。あ、うん、そのそういうのって服屋さんに営業に行く仕事ですか。ね、服屋さんというか、まあ、アパレルさん。ああ、まあ、そうか、そうか。アパレルさん、洋服のブランド、洋服のブランドのアパレルさんだったり、まあ、服を作ってる、まあ、企画会社と言われるアパレルから受注を受けて、ほう、はい、まあ、企画を持ってったりだったり、はい、まあ、生産を任されたりいうところに、まあ、売りに行ったりとか、ほうほうほう、うん、まあ、はたまた、縫製工場に納品だったり。あ、うん、なるほどね。その、まあ、前回お話したその食べ物とかだとすごい、その、うん、なんていうんですか、流通が分かりやすいじゃないですか、はいはいはい、取る人、流す人、まあ、販売する人と、はい、アパレルってどういう種類が。これはね、まあ、ある意味風上風下っていう括りにはなるんだけど、はい、まあ、まあ、言える範囲で言いますとね、はいはい、まあ、まあ、アパレルさんが風上、はい、これが一番大元、一般の方に売る、うん、まあ、まあ、それまで行くと小売店、小売店、はい、そうだな、消費者ベースで行くと小売店が一番上だね。あ、はい、まあ、小売店、はい、アパレル、はい、アパレルって何の役なんですか。素人的に聞くと何なんだろうね。そうですね、まあ、洋服全般のことを言ってると思うんだけど、うん、そのバッグだベルトだネクタイだっていうのはアパレルとは言わないですか。アパレル雑貨っていうね。ああ、そうなんですか。服飾雑貨とかね。服飾雑貨、なるほど、うん、で、まあ、じゃあ販売店、まあ、売る人がいて、うん、売る人がいて、そこに入れる、まあ、ブランドのアパレルさんがいて、うん、そうね、はい、まあ、そこに一件返す時もあるんだけどね、うんうん、まあ、そういうバイヤーさんだったりとか、うん、まあ、簡単な流れでいくと小売店、アパレル、はい、企画会社、はい、そして、作る縫製工場、はい、うん、で、まあ、その間にいろいろ問屋だったりが返して、あ、まあ、服の流れが出てくると。ものすごい数挟みますよね。挟む、びっくりしますね、はい、でも、まあ、それがからくりでもあるんだけどね。ユニクロっていうのはそれ全部一つのところでやってるんですか。やってる、うん、ああそれ、その辺がね、強みですね。強みだね、はい、まあ、もうユニクロもね、これはまあ個人的なね観点になってしまうかもしれないけど、まあ、10年15年前とは全く別の会社だからね。ああ、はい、そうなんですか、うん、10年前って。いや、10年もっと前かな、15年20年前かもしれないな。本当に柳井さんが今なんですか、ダッシュで走ってるぐらいの時期ってことですか。野菜とかも野菜時期野菜はでも10年経ったないですよね、まだね。フリースが、うん、正直ね、ここまでの会社になると思ってなかった最初。あ、そうですか。前ね、 CM がね、もうそれこそ20年ぐらい前の CM で、はい、おばあちゃんが出てきて、あ、兄ちゃん兄ちゃん、この服欲しいねって言って、その場で来て買ってくっていう CM があったんだけどね。カジュアルのユニクロっていう。ああ、だからここまで一般ピープルというかね、うん、このなんていうのかな、うん、浸透するとは思わなかった。たくさんの目線で見て、ユニクロが爆発した理由、まあ、1個なんか挙げるとしたら、うん、最初はね、ユニクロはね、どんどん売って、どんどん作って、どんどん売らないと、はい、要は生産と、うん、要は在庫の金、在庫の関係が追いつかないと、はいはい、ずっと言われてたんだけど、はい、まあ、これが本当かどうかっていうのもちょっと疑問だけどね、はい、まあ、軽く負け惜しみ的なところもあると思うんだけど。いいところですね、うん、ただ昔お客さんで、ユニクロのあのフリースと同じものを作りたいと、はいはいはい、はい、まあ、いたでしょうね、うん、そういう心配ね、だから提案してくれと、はい、まあ、まあ、付属屋の、はい、付属屋時代の俺に、分かりましたと、はい、で材料を全部揃えて、はい、やったわけ、はい、で、まあ、ね、
服にはまあ 何でもそうだけど、原価と、うん、利益と、はい、まああのその間にもいろいろあるけど、はい、まあ、原価と利益の兼ね合いというのがありまして、はい、結局のところを言うと作れなかった、あ、うん、合わなかった、はいはいはい、まあ、フリースっていうのがそこまで浸透してない時代だった、うんうん、そうですね、最初は全然ね、うん、そんな、うん、なんかデザインも単調だし、そうそうそう、やっぱり単調が生きたんじゃないかなっていうのがある、うん、あと色展開、うんうん、まあ俺はそうは思わなかったけど、結構ね街を歩いてて同じ服を着てる、うん、そうですね、そう、ただユニクロの服であればあのバリエーション色が多いから、はい、同じのにはならないと、うんうん、まずはそっからじゃないのかな、あ、そうなん、うん、あくまでもう個人的な意見になってしまうけど、本当に同じのっていうのはそのフリースの時はもうまさにみんな同じフリース着てて、うん、もう単調なフリースだけど、はい、まあ、あの色で分けられると、そうですね、うん、それによって工場は単純で済むわけですもんね、まあそれもね、あ、違うんですか、大変なのよ、あ、うん、要はあの、まあ、フリースとはいえど、まあ、あのあんだけ、ね、色があればそれだけ生地が必要、あ、うん、そうね、ファスナーがつく、はい、ファスナーも色が必要、あ、そうですね、うん、でも、まあ、まあ当時はあれだけど、まあちょっとね付属業界は俺も今ちょっと離れてるけど、はい、うん、数年前まではもうユニクロがもうオーダーになると、もう作りたいとなるともうあの某 Y、うんうんうん、さん、うん、あそこのラインをもう押さえてしまって何十万本何百万本と、なるほど、うん、小泉山崎山田それも前劇やね、だからその分あるからちょっと納期が遅くなるとかね、あ、そういうのもあったりとか、そうかそうか、まあそれはあのね裏地とかにでも言われてる、はい、うん、ユニクロの市場にこう挑戦していくようなもう企業っていうのはあんまり日本では出ないですかね。うん、無理だろうね。ああ、無理だ。すごいな、すごい企業なんだな。今あれですもんね、声優なり洋華堂なりももう自社でインナー作っちゃってますもんね。うん、インナー作ってる。はい。うん、ただまああれも、うん、自社ではやってるんだろう。まあそっから先はどうだかわからないけど、まあ作ってるのはね、うん、まあ、東南アジアであることは間違いないだろうし、まあ。そこはね、東南アジアもいろいろあるけどもう一大産業になってるからね、うん、中国よりはもう東南アジアにシフトしてる、中国はねやっぱり10年前はやっぱり単価的にもコスト的にもメリットがあったんだけど、うん、まあ、当時でそうだな日本の10分の1と言われてたんだけど、うん、10分の1もうあのこれちょっとあんまり言い方悪いけど僻地に行ってしまうと、うん、まあ、20分の1、うん、とかね、そういうコストメリットがあったんだけど今はほとんどない、うん、チャイナリスクって言われてますからね、うん、だから、まあ、その分が、まあ、若干日本に戻ってきてたりもする、あ、うん、あ、日本の工場の方が日本の工場で、うん、やっぱりこれがあのジャパンブランド、はいはい、日本の工場で作るっていうのはやっぱり品質ですか、それともスピード納期、やっぱりジャパンブランドとしてだよね、はい、売りたいのは品質だろうね、あ、うん、名前もありますね、うん、日本で作ってる、うん、でもあれ日本製っていうのはちょっとからくりがあったりするんですよね、そうね聞くと、まあ、そうですね、その辺は化粧品も一緒です、まあね、そうね、まあ、あの例えばどっかで作りま、あ、どっかの国で作りましたよと、はいはい、付属は付属とか生地は日本ですよと、はいはい、そしたらメイドインジャパンにもなりそうな、そういうのもありますね、はい、そうですね、最終的にジッパーつけたのが日本ですとか、そうそうそう、完成したのが日本ですっていう、まあ、うん、まあ、あのその辺のからくりは確かにありますね、まあそれはもうしょうがないです、それはしょうがない、イメージの世界ですから、うん、はい、何パーセントみたいな感じで書いてほしいね、日本何パーセント滞在時間でも面白いですね、まあ、昔はあのね、あの例えば中国とかで物を染めたり服を染めたりすると、うんうん、水の関係であんまりなんていうのかな、あの同じ色に上がらないと、日本でやったのよりもよりもというか日本でやったのと中国でやったのと同じ色にならないっていう問題もあったんだけど、まあ、だいぶ今は落ち着いてるんじゃないかな、だからそんなにね、まあもちろんメイドインジャパンっていうのは本当にいいものだと思うけど、うん、はいはい、まああの、まあ、原産国だけでここはダメなんじゃないかなっていうのはないと思う。うん、まあそうですね、うん。今もう中国産って書いてあっても、そんなにもう抵抗なくなってきましたしね。大体まああのね、
うちらが安いもん買うと大体メダルねジャパンじゃないからね。そうですね。でもしょうがないです。フォーエバー21とか H&M とか、うんはいはい、まあちょっと前のギャップとか、はいはい、そういうのって今後日本の市場っていうのは広がっていく。やっぱりどうこれもね、まあ一個人が言えることじゃないかもしれないけど、やっぱり。まあ、ユニクロもね、さっき話戻るけど、まあ、ジルサンダーとか、そういう、まあ、アパレル、まあ、デザイナーだよね。と、まあ、コラボしていろいろやったりもしてるのもあるんだけど、やっぱり、4121H&M とか、やっぱりデザインが違うよね、まず。あれもユニクロが、要は、同じ形のものをバッと流行らせた結果、ああいうフォーエバーとかは一点物系じゃないですか、もうこれ売り切ったら終わりっていう。そうそうそう。だからなんかこう相乗で流行ったようなイメージもあるんですけどね。だからまあそこら先はねもう個人のね、美意識価格というか、まあ、そうですね、なんか女の子に聞くともうやっぱりワンシーズンで流行りが変わっちゃうんで、もう安くてもいいからそのシーズンのもののデザインを着たいと、まあね、のにうまくあったみたいなんですよね。まあそれはあるかもね、はい、まあでもね男のね、目線でいくとね、特に僕なんかはそうなんだけど、だから T シャツでもね、気に入ったやつは10年ぐらい戻せちゃうような、だから、ちょっとあんまり、なんていうのかな、はい、まあ、選ぶというか、そうですね、そういう意味ではユニクロのも頑丈ですよね、なんか物が、まあ、そうね、はい、そういう意見が多いです、その、インナー、まあ、靴下とか、はいはいはい、普通の肌着とかっていうのは、やっぱりすごく持ちが良くて、いいと。まあ、外のデザインはやっぱりその奇抜ものがないんで。そうね、まあアンパイっちゃアンパイだよね。そうですね、そう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 。まあ仕事着にも着れるしね。そうですね、物によっては。はい。コーチとか、あとバーバリーとか、はい、あるのやっぱりもうちゃんと東南アジアとかじゃなくて作ってるんですかね。それ相応のそれ相応ので作っててほしいねそうですね。ただね、まあにね、あんまり言っちゃいけないことだけど偽物とかもあるしね。そうですね、まあクロートが買うとやっぱこうやって生地をこう触って触手して。いや、でも分からないよ。分からない、分かるもんも確かにあるけど、でもやっぱり昔で言うねスーパーコピーとかね、あやっぱりこれも本当かどうか分からないけど本物作ってるところで、まあ、空いた時に偽物作ったりとか、そういうやつらは分からないしね。モノグラムで有名な某 L、っていうところは、東南アジアに広大なコピー用紙があって、そこでこうガラ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 と、模様を印刷してるっていう噂は聞いたことあります。僕もね、そういうね、コピーを買いましたね、L さんは。そうですね。まあもういいんですよ。あそこはもう名前と、見た目がやっぱり価値があるんで、中身はいいんですよ。なんかストロップを買ったんだけどね。あよく知ってる人にこんなストロップ売ってないよって言われてメッキが剥がれたんだよね。それ あと僕素人目線で疑問なのが、バーゲンでしょっちゅうやってませんか。やってます。あれもバーゲン価格っていうのが、要は利益が出るわけですよね。そう結構まあ正直言うとバーゲンもね、利益が出なかったらバーゲンやらないからね。そうですね、でまあバーゲンで多いのがまあ在庫品が多いだろうね。あとはまあ売れそうなものっていうのはやっぱりセール品、はい、セール品で、まあ、例えば、生地のコストって言ったらいいのかな、品質を落として、はい、物の品質を落として安くしたやつをセール品で出したりとかね、新たに作ったりとか。それはアウトレットで出すのと同じ感じですか。アウトレットはまあ去年の在庫が多いっていうからね。あそうですね、アウトレット行くと、そうですね、古いのばっかりですよね。ただまあね、好きなブランドでね古くてもいい、まあ僕も実際そう思うけど、まあ、僕の好きなブランドはあんまりアウトレットをやら、地方に何軒か持ってるわけで、はい、やらないものであれだけど、あればいいよね。そうですね、ユニクロなんかはシンプルだからこそアウトレットには出ないですよ。別にいつ売ってもいいものですし、あとは多分3分の1ぐらいは在庫としても最初からカウントしてんじゃないかなっていう、まあその辺もね、まあコストのからくりっていうのはいろいろ、そうですね、まあ大量生産業も一つのからくりだしね、まあ、僕の実家はワイシャツ工場だったんですけど、はい、
まあ工場にはあまりこう利益がいかない流れがありますよね。そうね。ただの工場でも例えば多く作っちゃいました、はい、ちょっと B 品でしたって、あ、売れないやつを工場のセールとかでやったりもするところもあるね。あ、現地で売るってことですか。そうそうそう、うん、工場に影響力があればいいんですよね。そうそうそう、うん、まあ自分のところで、まあ、企画して、でまあパターン引いてね、うん、デザインっていうのは、まあ、学校で、うん、まあ、学校出てればって言い方もあれだけど、はい、うん、まあ工場にブランドつけるのは難しいですよね。いやでもね、亀山みたいにならないと、うん、やろうとしてる工場っていうのは確かにあるよね。ああそうですか、うん、この工場で作ったからこそですよっていうブランドを作るっていうことですか、うん、そう、要は工場でブランドを作りたいと、うんうん、企画をしたいと自分で。あ、なるほどなるほど、うん、そういうところは確かにある。ああ、なんかあってもいいと思うんですけどね。日本の、うん、例えばなんだ、まあ、静岡のなんとか工場で作られたものは完璧だみたいな。まあそれもね、さっき言ったジャパンブランドだね。うん、ありだと思うんですけどね。うん、まあその着物とか、ね、染め物なんかはまあいろいろあるじゃないですか。そういうブランドは。それはね。はい。それでなんかワイシャツとかであっても面白そうですけどね。業界全体としてすごく儲かってる人っていうのはあまりないですか、それは。ユニクロの、まあ、言うならば一人勝ちだね。一人勝ち。ああそうなんだ。そうでしょうね。まあ僕がやってたのはレディースアパレルが主だったんだけど、うん、まあ当時でもそうね、うん、総じて悪かったね。レディースで勝ってる企業ってあるんですか。まあ確かにね、儲かってる企業ってなくはないと思うんだけど、はい、やっぱりあまりにも大勝ちのね、ユウさんが、はい、うん、多すぎてね。あ、もうレディースにもやっぱり影響が。いや、もちろん。あ、なんかやっぱり、ね、ユウさんのおかげでって言ったら変だけどね、はい、高いものが売れなくなったっていうのはあると思うよ。あ、うん、あ、そうかそうか、それはそうだな。確かにな、うん、まあ、特にね、さっきりょうくんからも話しあったように、ワンシーズンでいいと、はい、そうなったら安くていいでしょと。そうですね、うん、そういう考えに行ったらやっぱり高いものは売れなくなるよね、うん、あと紳士服のその青山だとか青木だとかあるじゃないですか、うんうん、あれはあれで生き残っていけるような、うん、あれも生き残ってはいけると思うけど、まあ、競争は確かに強いと思うけどね、うんうん、やっぱりあれもっていうか、あの業界も、まあ、作るのはね、もう海外で、まあ、ブランドによっては日本で作ってたり、うんうん、海外のデザイナーとコラボしてっていうのもあると思うんだけど、うん、服のジャンルで一番儲かるのって何ですか。うん、僕聞いた話だと、うん、ワイシャツだそうかな、聞いたことあるんですけど、そうでもないですか。どうだろうね、それはちょっと言い難いな、まあ、当たり外れは別として、うん、その何ですか、原価率が安くてもそれなりに見える、うん、ジャンルというんですか。まあワイシャツは確かに見やすいだろうね、見えやすい、あ、うん、まあ、ついてるのがそうだな、まあ生地とあと、まあボタンだよね、はいはい、うん、まあ正直ボタン、これは原価にかかっちゃうからあんまり言えないんだけど、はい、1個いくらですかって言われるとね、あ、うん、で何個ついてるんですかと。あ、もうでもそうか、そういう世界ですよね。そうそうそう、で生地は大体1着にどれぐらい使うんですかと、はい、うん、あ、ってことはワイシャツここにねついてるあるじゃないですか、ボタンが、うんうん、あれだけでも全然変わっちゃうわけですか、ちっちゃいの、ボタンダウン、そうボタンダウン、うわ、うん、だからそれを、まあ、僕なんかが見るのは服を選ぶときにね、はい、まあ、やっぱ好きなブランドの服というのはどうしても甘々に見てしまうけど、はい、まあ、普通に服を買うときは、まずは付属、うん、付属っていう、まあ、ボタンだったりファスナーだったり、はい、うん、そうだな、ついてるテープだったりとか、そういうのっていうのは、まあ、アパレルさんとしてはコストを落としたがる。ただ、うん、まあ、僕らを見たら大体その値段っていうのは分かるから、はい、やっぱりそこでいいものを使ってたらやっぱりそれはいいもんだと、いい仕事をしてるところだと。でその、うん、じゃ例えばボタン見るときにどう見たらいいかとかって言えますか。ああ、それはね、まあ、価格はいいですよ。難しい。その難しい。どういうものがいいものか、まあそれは物によっても違うからね。あ、うん、まあ買いボタン、はい、まあ、よくレディースとかね、最近にはメンズでもあるんだけど、なんていうのかな、ボタンで、ね、貝を使ってるやつがある、はいはい、うん、でまあ種類にもいろいろあるんだけど、
普通の貝、普通の貝って言ったら変だけど、はい、まあ高いもの、アコヤ貝とかね、うん、まああの、まあ高いものは抜きにして、はい、まあ一番ベーシックなのは、うん、色なのね、貝ボタンの色。ほうほうほう、うん、一番、そうだな、わかりやすいのが、高瀬貝っていう、はい、ちょっとね、あの白っぽい、あ、白なんだけど、ちょっとね、乳白色っぽい、あの、なんていうの、ちょっと黄色がかってるというか、まあ、高瀬貝、あと、黒蝶貝、はい、で、茶蝶貝、で、白蝶貝ってあるんだけどね、はい、その4つ大体、はい、うん、簡単に言うとよ、はいはいはい、で、まあ一番、その中で一番高いのは、白蝶、うん、あの、真っ白っていうか白い。はいはいはい、うん、貝ってあれですよね、光こうやるとちょっとパールというかなんかね、うん、そうそうそう、模様というか、うん、ただそれもね、あの本物の貝と、あの要は貝蝶ポリっていうね、あ、ポリエステルでできた偽物の貝があるから、そうだね、まあもちろんあのボタンの大きさによっても違うよね、あ、うん、じゃあこうボタン見て、うん、おこれは白いみたいな、そうだね、よくやってんじゃんみたいな感じだよね、うん、あとはまあ一番そうだな、分かりやすいのは金属、金属ボタン、よくあのジャケットとかについてるでしょ、はい、あれは、まあ、金属、安いのは ABS っていう樹脂なんだけど、はい、金属ボタンっていうのはやっぱり一個だけ触ったら重み、ちょっと重みを感じる、うん、ABS っていうのは軽い、うんうん、金属っぽいだけってこと、うん、そうそうそう、やっぱりまあそれは値段的には金属の方が高いよね、うん、こうビジネスしてて挨拶でこう名刺交換するじゃないですか、うん、その瞬間にこうボタン見て、あ、これ樹脂だなとか分かるんですか、それともやっぱり触んないと分かんないんですか。いや、パッと見て分かるやつもある。ああ、うん、じゃあ、うん、本当そういうのを気をつけて見てる人に関しては、うん、そういうところまで気配って気を着てるっていう、うん、アピールになるわけですね、うん、そのアパレル業界の中で。そうね。やっぱり、ね、まあ、俺なんかは、よくほら、あの、営業で、よく挨拶で靴を見るっていうでしょ。はい、言いますね。まあ、靴よりも僕はシャツを見る。ああ。うん、なるほど、うん、ネクタイよりシャツ、まあ、ネクタイもそうだけどね、ネクタイでも割と任せますね、分かりにくいからね、そうですね、確かに、うん、なんかこう生活に直結するなんかでアドバイス1個聞いて、ね、リスナーが聞いてこう何言うの、そうね、やっぱり服選ぶときにはそうだね、やっぱり付属を見てほしいというか、うん、うん、やっぱりそこがなんていうのかな、一番単価を抑えたいところがやっぱり一番見るべきところじゃないかなと、そこにこだわってるメーカーさんは本物を作ってる可能性が高い、うん、僕はそう思う、うんうん、なんかボタンファスナーがない服だと、まあ、レディースだと結構多いと思うんですけど、うん、多いね、それと何かあります、生地、うん、やっぱり生地を見るのはちょっとやっぱり僕らでも難しい、うんうん、生地って要は何がいい、うん、あとはそうだな、それは物にもよるけど、あとは根密だよね、生地の組成、あ、なるほど、うん、ナンパナンパってか、ナンパナンパ、いや、ただあのよく、ね、メンズのシャツとかだったら、うん、今ねあんまり言えないんだけど、綿とポリ、はい、ポリエステルのね、はい、でポリエステルは携帯安定の機能があるから、うんうん、やっぱりあの入れておかないと携帯安定にならないから、うんうん、だから綿100っていうのはあんまりどうなのかな、うん、まあ、まあそれとも携帯ってついてるやつはあるんだけど、はいはい、うん、そうだね、そっか、綿100だと洗濯して出したらもうしわくちゃなわけですね、アイロンかけないと、まああのなんかね、ちょっとごめんなさい、これはうろ覚えて申し訳ないんだけど、綿、はい、100で携帯安定があるような気もするんだけど、ああ、うん、それでもいわゆるそういうものを入れてるわけですよね、多分何かしらも入れてると思うのね、うん、でも僕らからして言うと何もボタンとかファスナーとかついてないのはやっぱ何を見るって言ったら生地だから、生地だとブランドネームだよね、うん、どのブランドか作り方とか形よりはやっぱりもう素材そのもの、素材そのものを見ると、うん、まあ人をくくりじゃ言えないからね、まあまあそうですね、うん、生地は、あとはまあ品質表示、はい、まあ、さっき言った、まあ、原産国を見たり、うん、でなんかもし機能があるようなやつだったら、まあこれあんまりお客さん、あの店員さんの目の前でやっちゃうんだけど、例えばの保温、うんうん、保温だったり、はいはいはい、ね、伸びる、まあ例えば保温だったら、はい、あの生地をこうやって擦ってみて、擦る、うん、はい、あの要は生地を擦ってみて、はい、ちょっと摩擦で、はい、それであのなんていうのかな、保温性があるようなやつだったらどんぐらい保温するのかなとかね、ちゃんと保温するのかなとかねそうか、その売り文句を試す、そうそうそう
なんかね、あの一緒に買い物行く人がいるとね、やめなさいって言われるんだけど。そうですね、お店でもこうね、うん、こうするのはちょっと。うん、で最後注目してるブランド。僕個人的な。個人です個人です。いいんすか。はい、仕事関係なく。仕事関係なく。はい、僕はステューシーが大好きです。ステューシー。はい。メンズブランド。メンズブランド。あ、レディースもあります。とキッズ。もうこれに関しては、はい、本当もう昔から好きなブランドなんで、あの完全に甘々なんですけど、でも物によってはちゃんと作ってるものもあるから、うん、オフ会にも行くらしいよ、ステューシーの。え、オフ会？オフ会っていうかね、あのまああの北海道で仲良かった、はい、うん、ところもあったんで、まああのなんていうでしょう、何十年記念とかね、はい、そういうのにも呼んでいただいて飲み会に。あ、でも老舗のブランドなんですね。そう、老舗ってわけじゃないかもしれないけど、もともとアメリカのサーフブランドで、うん、ショーン・ステューシーっていう人がね、はい、絶対見たことあるよ、うん、落書きみたいなさ、こういうサインのさ、落書きみたいなサイン、あ、こういうのね、あーあーだろ。今ね、あのりょうくんに僕の、はい、携帯のすごい、携帯にブランドのロゴが大好きですね。いやいや、あ、これは見たことありますわ、あるよね。そうですね、あ、そんなにあれですね、いわゆる高いブランドっていうよりはもう一般的な、なんすか、ギャップよりも少し安い、ギャップよりも高い、あ、高いですか、高いよ、高い、これでもすごいよく見える、リーゼルよりはちょっと安いですかね、うん、そうね、竹置口とかよりは絶対高いよ、ワイシャツ、あ、ワイシャツ、シャツでね、あ、パーカーで今安いので1万から1万5000ぐらいかな、シャツで1万5000から、あ、1万2、3000からかな、からまあ1万8000、9000ぐらい、うん、まああのそれをやるため、それを買うために仕事をしてるみたいな。あんまり良くないけど。いやいやいや、大事だ、ね、でもね、あのモチベーションは大事だからね、大事です大事です、うん、なんかファンがないとやっぱり、うん、そうですか、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、また何かあれば、はい、ぜひ来てください、はい、どうもありがとうございます、ありがとうございます。